どうなる検証です。今回なんですけれども、模造刀で竹は切れるのか検証していこうと思います。そうですね、今仕事で山に来てましてね、なんかその闇バイトみたいな感じでね、ひたすら斧とかで竹を切ってね、運んでいくというめちゃくちゃ過酷でブラックなやつなんですけれども、それで知り合い系で教えてもらってね、そういうことしないと貧乏大学生はね、学費の支払いがそろそろありますんでね。それではね、今から模造刀で竹切れるのか検証していきましょう。はい、というわけでね、バイトも終わったんですけれども、まあそしてですね、ちょっとね、僕下手くそすぎてね、ちょっとだけ刀が曲がっちゃいましたね。ちょっとこれ見て不快にさせちゃったらすみませんってね、ごめんなさい、本当に申し訳ございません。そしてですね、まあ一応切れたっていう感じですね。こちら薄刃の模造刀でしてね、こちら紙があるんですけれども、まあ真剣だとこうさーってね、全部切れるじゃないですか。これ薄刃の砂型亜鉛合金製のやつだと、これちょっとね、ちょっとほら、ちょっとあれなんですよ。もう一回いきます。ここ行って、ここちょっと切れるぐらいなんですね。まあ、ちょっと切れるぐらいなんですよ。なんで、まあ、ちょっとは切れるんで、あ、ちなみにですね、こちら、なんていうの、こちらは、アルミと、まあ、普通の、まあ、あれですよ、模造刀のね、鑑賞用とかそういうのと同じで、金型のアインコーヒーとか、そういう丸みのあるね、全然、形、やられてたと、これ全然、くしゃってなっちゃうんですけれども、こちらと、まあ、ちょっとは切れるよ、みたいなね。こんな感じの刀でございましたね。はい。で、落ちがねえや。あ、これね、ここ切った時にね、これあれだったんですよ。ちょっと見えます？こんな、ちょっとほら曲がってるじゃないですか。でも、ここで切った時にこの薄刃なんで、この刃がね、僕の角度がちょっとこっち側だったんで、ここ行ってね、すんすんで、ここも曲がっちゃったってね。というわけで、本日の計画はここまでです。じゃあ、学費あと何十万か稼いでね、僕も頑張りますんでね、皆さんもね、ちょっともう学校とか頑張ってください。というわけで、本日の計画はここまで、あざした。